インミュージックをお楽しみの皆さん、はじめまして。私たちは NiziU です。 NiziU のリーダー、まこです。 NiziU の元気の源、リオです。 NiziU の白鳥、まやです。 NiziU の明るい末っ子、ニナです。 NiziU の魅力的なボイス、リマです。 NiziU のスマイルメーカー、ミーヒです。 NiziU のカメレオン、まゆかです。 NiziU のエネルギッシュなリス、リクです。NiziU のふわふわビューティー、あやかです。早速ですが、こちらのお題、カメラに向かって決め顔して。じゃあ、あやかとリマ、はい、どうぞ。で、いきます。ペン、やー、いいですね。いいですね。では、デビューメンバーに選ばれて一番初めに報告した人は誰ですか？ニナちゃんとマコちゃんとリオちゃん、お願いします。はい、やっぱりいつも応援してくれる家族に最初に報告しました。はい、私もニナと一緒なんですけど、やっぱ家族にはいつも感謝してるので家族に報告しました。多分全員そうだと思うんですけど私もお父さんとお母さんに一番に連絡をしました。はい、リクちゃん、ミーちゃん、それぞれどんなキャラクターですか？はい、私は自己紹介にも言った通り本当にエネルギッシュですごく明るい性格かなと思っていて、あとはこう見えて実は人懐っこい性格があります。はい、私はスマイルメーカーという名前の通りいつも笑顔でマイペースな性格だと思います。まやちゃん、まゆかちゃん、一日入れ替わるなら誰になりたいですか？私はニナになりたくて、ニナの あのボーカルがすごい聴いてて気持ちいいし、なんか歌っててもすごい気持ちよさそうなので一回あの声を出してみたいです。私はもうまこちゃんになって、まこちゃんの体で本当にいろんなダンスをうまく踊ってみたいなって思います。共同生活はどうですか？まこちゃん、まやちゃん、お願いします。はい、私たちもこうやって9人で共同生活をしてるんですけど、もう賑やかで毎日が楽しいです。そうですね、9人で共同生活をするにあたってやっぱり大変なこととかもいっぱいあるんですけど、でもそれよりも楽しいことがいっぱいで、これからもすごい楽しみな気持ちでいっぱいです。では、リマちゃん、ニナちゃん、リオちゃん、思い入れのある楽曲は何ですか？私の思い入れがある楽曲は Baby I'm a Star です。なぜかっていうと、私たちの一番初めてのオリジナル曲だからです。私はブンブンブンです。最初やった時にはすごく辛い思いもたくさんしたんですけど、最後のステージはすごく楽しめたので一番思い入れがある曲です。私はメイキューハッピーが一番思い入れがあって、理由はすごい踊っていてすごく楽しいし、 J.Y.Park さんが私たちのために作ってくださった曲っていうのがすごく嬉しくって、すごい一番思い入れが残っています。あやかちゃん、まゆかちゃん、自分の魅力は何だと思いますか？私はふわふわしたナチュラルさが一番魅力かなと思います。私は自己紹介でも言った通りカメレオンみたいにいろいろな曲に溶け込めることかなと思います。みくちゃんとみひちゃん、小さい頃の夢を教えてください。はい、私は小さい頃何個か夢を持っていて、まずは歌手にもなりたいと思ってたんですけど、お花屋さんとかケーキ屋さんとかすごい可愛い夢を持ってました。はい、私もりくちゃんと一緒なんですけど、小さい時はやっぱりすごい可愛いものとか甘いものが大好きだったので、ケーキ屋さんになっていろんなケーキを作ってみたいって思ってました。これから NiziU として一生懸命頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。以上、NiziU でした。